こんなもの、こんなものが、こんな箱があったの。多分あるの。返すやつがある。まあ、ただ、過去の箱。はい、それではそろそろ時間となります。日暮選手の予備予選からサンデーレース、今年最後、フラッグティススタート。フラッグティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーはヒーロード。あ、予備予選の順番、日暮さん、小林さん、じゃあ誰かに順番変えてもらえば、その次佐藤君、充電がちょっと終わらないんだ。じゃあ一番最後でいいよ、後回しですよ。はい、日暮さんポンダ OK です。さあ、マーシャルお願いしますね。マーシャル、日暮選手はここまでのベストが8秒075を持っています。録音しているとも OK。 はい、マーシャル OK ですね。それではスタートします。日暮選手の予備予選、レースを開始します。ヒーロードスタート。さあ、この後出てくる大江、小林、この2人も8秒0がベストです。7秒台入れてくるか。8秒92。387。さあ、タイム上げてきます。合計タイムが16秒94。8秒287。さあ、5周連続上げてきたぞ。8秒20。もう1周あります、もう1周あります。8秒1420ときて、もう1周ありますよ。8秒20。これがファイナルラップです。それでも8周回ってきます。終了です。マシンを回収してください。16秒34です。さあ、この調子でいきますよ。2人目、大江選手です。よし、安定度がいいよね。フラッグティススタート。フラッグティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーはノリ X。 この次ね、佐藤君でいきます。じゃあ佐藤さん、そこ渡してきてください。はい、ポンダ OK。 この次佐藤、フラッグティス終了です。最後に小林でいきます。レースを開始します。さあ、大江選手8秒029です。ノリ X スタート。さあ、ここからスタートです。トップに立つには8秒17。8秒35。2周目8秒69、2番手。3周目8秒35を並べてきました、2番手。まだ2番手です。さあ、もう1回これが欲しい。8秒4、2番手変わらず。8周回ってきます。現在6周目走っています。7周目に入っていく。まだ2番手、もう1周あります、もう1周あります。さあ、ここまで8秒0、8秒3とつないでいる。8秒328、まだ2番手です。これがファイナルラップ。マシンを回収してください。あと100分の1秒で自己ベストでした。ただトップには立ってます。
さあ、3人目小林選手を抜かして佐藤くんからいきます。よいしょ。フラグティススタート。フラグティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはあの佐藤になろう。さあ、大江選手の前に出るには8秒06、これが2回必要です。はい、ポンダップです。ラクティス終了です。はい、それでは行きます。レースを開始します。あの佐藤になろうスタート。佐藤選手のチャレンジです。2周で決めてしまうか。さあ2周で7秒714、トップに立ちました。さああとは自己ベストですね。7秒7を並べてくる。トップタイムは更新しているが、あと100分の1秒です。7秒777。安定してたのに、安定してたのに転んじゃったよ。11秒台。さあ、それでも8周回ってきます。この選手6周目から間もなく7周目に入ります。7秒80、もう1周あるよ。ここまで7秒7177とまとめてきてる。7秒9、ファイナル入ってきました。レース終了です。マシンを回収してください。自己ベストです。671、7秒671。ちょっと書き換えるんで待ってね。7秒671。ちょっと待って、ちょっと待ってね。これかもらえた。はい、コースオープンします。ラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはモロ。はい、それではスタートします。ラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。レースを開始します。モロスタート。さあ、まだね、今通ってないですね。こっからです。こっからです。さあ、佐藤の前に出るには7秒69、これが2回必要です。一周目7秒91。2周目7秒9を並べてきました。2番手。さあ、なかなかタイム上がってきません。ターゲットタイムは7秒69です。7秒9、2番手、さあ、モラ選手5周目ミスがありました。12秒台。現在6周目、7周目に入ります。7秒9、これがファイナルか。ギリギリです。ここまで7秒9、7秒8です。2番手、レース終了です。マシンを回収してください。さあ、伊藤選手がいないんで、ここ小林選手いきます。さあ、はい、フラグティススタート。フラグティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは5番。さあ、大江選手の前に出るには8秒06が必要です。はい、ポンド OK。 それではスタートします。ラクティス終了。レースを開始します。モロハシ戦法。5番スタート。さあ、8秒0の過去ベストの選手、2から入ってきました。なかなかいいよ。8秒2を並べてきました。まだ日暮選手の後ろ、5番手です。8秒14、
ただね、大江日暮らしはほとんど差がないですからね。8秒4、5番って変わらず。ただまだ大江の後ろです。もう1回7秒台欲しい。6周目から7周目に入る。910、大江の前に出ました。もう1周あるよ、もう1周。8秒4、これがファイナルラップ。ここまで7秒9891とつないで、攻めた攻めた。ただ7秒910、ベスト更新、7秒台出てきました。レース終了です。マシンを回収してください。花火が2本揃えた。すごいっすわ。なんか渋滞待たなきゃよかった。本当だよ。本当、本当だよ。皆様のおかげで。はい、それでは今の結果で組み合わせ作ります。すげえなー、揃えてきたもんな。車速そうだったから、ただ若干パンに振り回され気味だから、と思ったらちゃんとなんかあれね、慣れてきたぜ、まとめてきたよ。今日はね、予選3回やります。予選3回やりますよ。やばい、電池が、電池と電池関係が電池との戦いですね、今日は。5番、大江3回の上にサッカー。そうです、スタッカーサッカー。いいよ、だからあのパンパン行かない、最後に1回だけちょっと休憩とか入れてもいいし。あ、伊藤さんがほら来るからさ。そうなのよ。はい、予選1組目、小林、大江、日暮らし、これでいきます。それでは2時25分、5分後1回目スタートします。5分後レーススタートです。サッカーの弱点は、あの後ろから来たら、あの譲らないけない、速い人が諦めて入ってきた。でも小林、大江、日暮はほぼ一緒だから多分大丈夫だよ。一緒だから。日暮、大江は2人とも22周7秒だから。それで小林さんが21周0秒だから、まあ、ほぼ22周7秒だよ。はい、予選の組み合わせです。25分スタート。7秒台出て21周は変ですね。確かに言われてきてますよ。もうレースになるとわけわかんないな。あれだ、あの俺次何するかみたいな。エロンソン対決。対人戦が、あの タイムアタックが得意なんだけど、対人戦がちょっときついっていうか、練習の時に一番つけられたりすると全然よしなるんですけど、レースで練習疲れるとこの手のプレッシャーになりますよ。ね、自分がちょっと見せる、突っ込まれるっていう恐ろしさがありますよね。レースを開始します。ちょっと実験です。フランスタート。ドリエックススタート。リロードスタート。はい、OK です。久しぶりに使うんで。レース終了です。マシンを回収してください。そうですね。カープじゃないと使わないですから、ね。カープは声で言ってるから。あ、そうか。自分で使ったら。それで、通ったらか。あ、そう。通ったらか。テープ入ってスタート。で、3分は走るんですけど、最後、山さんのコールがあるまでは止まらずに。実際のカウントの3分が、はい、正式の3分であるんで。みんな1台ずつ、そこ最初に通ったタイミングで3分になる。だからうまくみんな同じペースで走れば1回も抜かされないから自分のペースでずっと走れる、はい、だから小林さんからしたら多分出しやすいはず。そうだね、トップスタートだからね、ダメだ。前回ラジコンのやり方忘れたらしいよ。本当にレース中分かんなくなっちゃった。次どうするか。あれ右ってどっち。俺、カープで初めてスタッカーやったけど、うん、俺はね、気負っちゃってさ、うん、はい、応援選
俺一番先だよね。そうだったっけ、一番多分よかったから、うんうん、一番予選2回目とかそういうの1発目だったから、それで気負っちゃってさ、俺1周目全開できなかったんだよ。何やってんの。慣れてない上に、うん、慣れてない上に、の割に予選位置に良かったっすからね。タイヤ剥がれなきゃね、本番がやっちまったっていうか、うん、あのタイヤですよ、あれはタイヤ剥がれてたんですよ、たぶんとりあえずあの言われたとおり、あの、うん、真ん中は両面テープがあって、あ、練習着ね、で、外周は、うん、後ろも、表も後ろも、うん、で剥がれてない、あ、うん、はみ出てない、ガッツリも、うん、剥がれてない、あの、はみ出てない、あ、はみ出たのもちゃんと、うん、あ、オッケーオッケー、僕も、あの真ん中の両面考えたんですけど、うん、真ん中に両面テープ貼ることで、そこだけぽっこり出ますそうなんですよ ね、 ね、僕はあの全面に両面テープがあって、うん、チャバッチャバの、うん、ペッチャペチャの本当低粘土の瞬間接着剤をベリッと、くせっちゃきからベリッと赤めくって、そこにタラタラって染み込ませます、そうするとね、両面テープをも、うん、ごと固まっちゃう、なるほど、そうすればデコになる、うん、僕もだから外周だけ両面で、真ん中も何もしない、真ん中多分ずれないはずなんですよ。はい、それではそろそろ時間になります。予選、1回目ですね、小林、大江、日暮、久しぶりのラクティススタート、ラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは小番ノリ X、 キングロード、どうでしょう。さあ、小林選手は過去ベストを21周0秒、残りの2人が22周7秒過去ベストを持っています。はい、小林 OK。 今からは乗らないよ、8.70、日暮し OK です。はい、全車 OK。 それではスタートライン終了です。前に来てください。はい、もう好きなとこでいいですよ、うん、はい、出走順は小林、大江、日暮しです。一人ずつスタートしてください。名前が呼ばれます。そしたらスタートね。それではスタートします。レースを開始します。コマンスタート、トリエックススタート、キングロードスタート。さあ、間隔を当ててそれぞれ3分間です。さあ、まずトップスタート、8秒2で入ってくる、大江が8秒5、日暮し8秒9、1周目はスタートオーダー順です。小林がこのヒートのパーフェクト8秒1をマーク。さあ、2番手に0秒4の差、そして日暮しも0秒4、3台が0秒4間隔、合計30秒経過したところです。トップは小林選手。はい、日暮選手の後ろに来ています。トップもし来たら譲ってあげてください。40秒経過したところ、さあ、黄色のカラーリング、小林がトップです。大江が離されてはいない、0秒4ぐらい。日暮さん、ありがとう。さあ、小林選手は周回での自己ベストペース、ここで2番手、大江が8秒143ヒートのファーストテスト、間に3番手を挟んでトップ争い。1分経過、小林が8秒16、大江が11です。ただね、距離があります。まだプレッシャー感じられるか。さあ、日暮し心ベスト8秒34。さあ、トップ2台は22周ペースです。大江もこれ自己ベストペースですよ。1分20秒経過。さあ、トップ帰ってきます。11周目に入りました。ちょうど折り返しという周回数、時計もここで折り返しです。さあ、小林が12周目、それを大江が0秒02、後ろ1/100秒、距離ありますが、激しいトップ争い。13周目に入っていく、大江が0秒02。さあ、この2人が2人とも22周2秒で帰ってくるという表示。14周目に入りました。さあ、大江が再び来る、100分の4秒差、0秒04。応募計が残り1分になる。うわ、1000分の1秒差、久しぶり見たこの表示。ただね、小林選手は、落ち着いてね、22周まず狙っていきたい。残り50秒です。さあ、3番手、日暮選手は今回20周の1秒から2秒表示。
現在15周目走っています日村選手。さあトップが見つかった。さあ大江選手がね来たら譲ってあげてください、はい、うん、ただねまだ22時は全然可能性あるからね。残り30秒。さあここで小林ベスト8秒16、トップは大江選手に変わっています。残り20秒。さあ 小林7秒97。さあ2人ともまだ22周可能性あります。21周目に入りました。もう1周ある。残り10秒切った。さあ日暮らしがまずファイナルに入っていくかな。入っていった。小林20に入ってきました。ここで3分。大江がミスったのか。ミスりました。さあまたレース中盤小林トップに変わっています。コナンゴール、小林ゴール。22周3秒自己ベスト。森 X ゴール、大江22周6秒これでも自己ベスト。レース終了です。マシンを回収してください。小林選手が自己ベストを22周3秒です。自己ベスト出やすいんだよ。大幅更新、うん、すごいですね。大江さんあれやらかしても1秒更新だからね。そう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 、やらかせなかったらもっと更新だよ。あそこで3秒下ろすってっからね。これはい、じゃあこのまま2レース目、佐藤、諸橋、本当は伊藤選手もいるんだけど2人で行きます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはあの佐藤なろう、諸、住職なろう。そうだね、今22周3秒、うん、はい、諸橋選手 OK です。はい、佐藤君も OK。 諸橋選手は過去23周0秒、佐藤君は23周3秒過去ベストです。フラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それでは好きな位置に並べてください。出走順佐藤、諸橋、これでいきます。伊藤選手のコールがあるけど無視してください。佐藤、諸橋です。それではスタートします。レースを開始します。さあ、あの佐藤ナロースタート、このスタート、住職ナロースタート。取って2人がスタートしました。まず佐藤8で帰ってくる。諸橋8秒0、1周目は佐藤です。さあ2周目8秒0、諸橋が7秒90、トップ佐藤です。100分の8秒差で諸橋が2番手。さあまだ佐藤守ってます。0秒1ぐらいの間隔です。30秒経過したところ、5周目に入っていく。さあここで諸橋7秒86、100分の8秒差トップ争い。さあ100分の3秒差、佐藤トップを守っています。2人とも23周2秒ペース。50秒経過したところ、7周目に入りました。ちょっと佐藤ミスった。これでトップ入れ替わります。諸橋がトップです。佐藤0秒2後ろ。1分経過。さあここで佐藤7秒779をマーク。さらまだ2番手、100分の9秒差。佐藤が7秒750まで来た。再びトップで立ちます。100分の3秒差、すごい戦い。さあ佐藤選手がレースを引っ張る形。11周目からまもなく12周目に入ります。折り返しです。ここで折り返しです。諸橋が100分の1秒差。2人とも23周2秒表示。13周目に入ってきました。1分40秒経過。うわ、すごい戦いです。1分50秒経過。レースが15周目に入ってきました。残り8周です。依然として23周2秒2人とも。佐藤リテッドや自己ベストペースです。残り1分。さあこの時間帯佐藤が差を広げてきている。それとまだ0秒4の差です。残り50秒。17周目に入りました。さあ佐藤選手が7秒台後半をずっとまとめています。諸橋は今の周8秒0。残り40秒きた。
さあ佐藤が自己ベストを1秒ぐらい更新するんじゃないかという、表示です。23周1秒から2秒表示、諸橋ここでベスト7秒82、まだ諦めていない、残り20秒。さあ21周目に入りました、もう2周あります。2人とも0秒5の差、7秒743、このヒートのファーストテスト、もう1周あります、2人とももう1周あります、残り5秒の時計。さあファイナル入っていった、0秒8の差、佐藤自己ベストなるか、あの佐藤ならゴール、自己ベストモロゴール、大橋が3秒でゴール、はいゴールでーす。佐藤選手レース終了です、マシンを回収してください。すげえなあ、気づいた。サムネイルに飾られたのに、いや、ところどころ語りにしましたよ。一切興味を感じない。いやいや、ギリギリでした。そう見たら、結構見られたら、かっかり詰めてた。うん。なんか、なんか倒すよ。楽しくなってきた？なるほど。なった？ね、ほんとそう。うん。ミニット初めて。うん。初めてなるほど楽しかった。はい、じゃあここちょっと時間あけます、45分スタートします、予選2回目45分スタートです。はい、1回目の結果と2回目のクリア獲得はこんなクリア獲得は、この方何秒台でまとめてきてる、あ、嬉しいね。いやでも小野さんもできればまとめてるかなと、カミさんはそんなないんですよね、たぶん すげえ神がかってたよね、うん、でもなんか僕は出てないけど、うん、その次の月の10GP が世界変わってた、うん、そうね、ちょっと勝つて今回もっとすごい勝つと人いっぱい出てるだから何か普通にダメな気がする、先月のあれ業者だから次だって渡辺翔か篠宮、そうだね、出場ですからね、あと山さんの口は篠宮、あ、篠宮も本当、メダル壊せる気ないですもんね。12GP から始めた人に対して。だからメダル、メダル獲得に動いたんだ。だからなんか、ハムよしもらえたら、隠してきてるから、あの、最初のね、第1戦はね、あれ大丈夫だったよ。あれ、ハムなきゃね、いけたじゃん、3番、3番ぐらいで。いけた。実は今回のメダルは B 面用で、20秒。なんでそんな行くんですか。だからもう、あの、次のあの発信みたいなさ動画で、みんな買ってたから、あ、もうダメだ、ダメだ、幻に終わった。
だから自分が最後のチャンスだった。でも綺麗ですね。あのまとめ走れるメダルこれね、うん、写真撮ったらもう一回やめてレーザーで撮れきってあのレーザー彫刻でもっとバッチになったその字とか並んだらレーザー彫刻でいけるよ。今度じゃあ、じゃあオーダーでね削り出しレーザー、レーザー、レーザープリントあ、いけるいける、うん、あれアクリルですよね。いやいや、もうあのアルミ板とかあ、いけるかっこいいじゃん、持ってますよ。アクリルでレーザー彫刻したら、ね、アニメスイッチ、うん、あー、曇るようになるからね。でかい。さあ、一体だね。うん。だいぶ暗くなってるんじゃないの。いやー、でもな。とりあえずさ、もっともっと戦いそうになったからね。やる気になる。あのカットがあのマンゴーだ。あのマンゴー。あ、ごめんなさい。逆にすごいなって思うのが、今までのぶっ壊したなので、なんで。なんかあのなんで7とか出せてたんだみたいな。だいぶ悪かったけどね。いやでも 7.7 が出るっていうのは。さあ予選2回目この後5分後45分スタートします。これ壊れたの去年から壊れました。今日は人数が少ないので予選スタッカー方式3回やります。あのカードって終わりちゃうんですか。まあとりあえずは新しいねプリカボディで狙ってしまわないもうカードしたらいや本当そうなんですけどブラチームを食べなかったんですよ。あーないでしょ。だってあんなさ10年近くもさ、ナンバーアップデートがない、アップデートがないと思ったからさ、ナンバーアップデートがないと思ったからさ、でもたまに免許は入りますからね、あれ。入るけど、ナンバーアップデートやったら、前はミクロ、バイ電動バイが入るはずだったんだよ、リポートが。まあ、ね、伊藤の発言だったんだけど。でもメダル出るって言ったら、もちろんしてくれるから。こうして、こうしてくれないと、こうして。こうして、シャリくれないと。指でネタ完成するっていうか、あれですよ、今後は、今後は半分だったらみんなのボディは全部その8番に入れてる。強制強制素晴らしい。一応チームボディじゃん。うんうんうん、同じなんかロゴ入ったと思う。だってどうせ関係者よ。どうせ関係者なんだからさ。いや、正直、僕はもうボディを塗ったりとか切ったりとかボディポストの穴開けたりとかつやとかもうめんどくさくてしょうがないんだよ。それやってくれるんだったらもう頭守れなくていくらでも出しますよ。そこまで嫌いなんだ。嫌いというか面倒というか。俺もう左手よくないポリカボディ塗ったけどね、はい、見に行ってもめんどくて。もう一個僕ポリカボディ買ってアダテじゃないからって使ってるじゃないですか、もう白白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 もう白バーって塗って裏打ちもせずもう白だけバーって塗ってもう白。あとビキだからもうステッカー貼っときゃもう普通なんとかあるんだろう。そうだな。俺ね性格上ね絶対それ許せない。俺最低でも2色あるんだよと違うわ。僕らはだから手書きにあれなんだけど作りたいよりも走りたい、そうそう操作したい欲の方が圧倒的に強いっぽいじゃん。どっちかしこれメカニック色だ。いやだから本当はありがたいですよ、こうやって塗っていただけるのありがたいです。まあそれからいろいろ実験だよね。いやまあ別にそれは全然、うん、このデカールどうだろう、これ早いんじゃないですか、この色どうだろう。
あ、それはあのフェラーリでもあのもあのこのもうあの浮き上がれたっていうあれももうあのフィードバックしていただけると次回がどっちだ。まあね、本当はいろいろアイデアをね聞きたいんですよ。これやったらもっと良くなるだろうみたいな。ああ、職人ですね。あとバンパーだってね、あれで終わりじゃないから、ね、まだあの動き考えてる。おお。カーボンが切れないから、カーボン以外で。ああ、形状はあれに凝り固まる必要はない。まあそうですね。だってあれで結局衝撃を吸収する必要ないんだよ。うん、そもそも衝撃吸収はウレタンフォームだよ。ウレタンフォームより出っ張ってない状態でウレタンフォームを支えればいいだけだから、もっと肉引きしていいんだよね。確かに。うん、枠だけでいいみたいな。はい、それではお待たせしました。行きましょう。予選の2回目、再びスタッガースタートによる3分間。フラクティススタート。フラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは5番、ノリ X、キングロード。更新しました。22周3秒、そして6秒。木浦選手1周目は21周7秒でした。今日の予選で、ね、3回ありますからね。ベスト1回の、ね、成績で組み合わせ決めます。大丈夫？ボディ外れた。外れただけだ。もう車高が低すぎて何も見えない。当たるんで覚えてる。13.1 ゲロ。使えねえな。学習。はい、大江さん、一応ポンダお願いします。はい、はい、全車 OK です。それでは行きます。よいしょ。出走順、小林、大江、日暮らしの順でいってください。それではスタートします。スタッカースタート3分間2回目です。レースを開始します。コマーンスタート、トリエックススタート、キーロードスタート。はい、全車がスタートしました。まずトップスタートの小林が8秒フラットで回ってくる。大江が8秒5、日暮が1周目帰ってこない。来た、11秒台。さあ大江が8秒1、突破争いは0秒5です。間に日暮選手3番手を挟んで突破争い。先ほどと同じような展開、日暮選手は9秒21です。さあレースは5周目に入っていきます。ここで日暮ベスト8秒430、現在3番手、3秒5ぐらいで2番手を追ってます、日暮選手。さあ日暮ベスト8秒174、トップの後ろにぴったりつける、そんなペースを持っています、3番手の日暮選手。一方大江ちょっと遅れています。 1.6 秒差突破争い。さあトップが帰ってきます。8周目に入っていく。1分経過。さあこの3台の中で1回目のタイムを超えてくるのは小林だけという表示です。1分経過時点です。9周目に入ってきます。大江選手は2番手、トップまでが 1.8 秒。逆に日暮にね詰め寄られてます。大江選手まだまだ大丈夫だが、日暮選手はこの時間帯ペースがあります。さあそして日暮選手も1回目の自身のタイムを超えてくるという表示に変わりました。大江ちょっと我慢の時間が続いています。折り返しです。さあ小林選手が今回もレースを引っ張っています。13周目に入ってきます。22周2秒表示。さあ自己ベストペースです。トップの、小林選手1分50秒経過したところ。さあ日暮選手も21周4秒ぐらいなのかな。さっきの1回目の3秒ぐらい更新してくるんじゃないかというペースです。残り時間ちょうど1分。日暮選手は2番手まで3秒5。さあレースが終盤に入ってきます。残り50�秒。大江もね22周ペースは守っています。大江がこれで17周目、トップまで2秒7。残り40秒切りました。さあ大江もねタイムまとめてきて1回目のタイム若干超えてくる可能性あります。前者が1回目のタイム超えてくるペース。残り30秒切りました。その中でもトップ小林が20周目になりました。残り2周。さあ日暮が19なんで残り2周です。大江も残り2周。
さあ、オード券残り10秒です。さあ、まず小林がファイナルラップに入っていきます。自己ベストをかけた最後の1周。オード券はここで3分。コマンゴール。小林ゴール、自己ベスト。ヒグロードゴール。はい、ヒグラス選手も1回目超えた。レース終了です。マシンを回収してください。1回目は超えました。全車ゴールでーす。そうか。だから小林、大江は再び自己ベスト更新です。バッター、後半すごいです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはあの佐藤なろう、もろ、住職なろう。さあ佐藤選手が先ほど自己ベスト23周2秒1、そして諸橋が3秒00で帰ってきました。はい、諸橋選手 OK です。さあちなみに栗島選手の24周3秒、これがコースレコードになっています。はい、2人とも OK です。それでは並べましょう。終了です。スタート。それでは行きます。出走順、佐藤、諸橋の順です。それでは行きます。レースを開始します。片側だけタイヤ止まってる。あの佐藤ならをスタート、諸スタート、住職ならをスタート。さあまず佐藤が7秒8、諸橋も7秒8で帰ってくる。1周目トップは諸橋でした。さあ2周目は、佐藤が取り返す。100分の8秒差、諸橋2番手です。さあ4周目に入ってきます。レース序盤2人とも1回目を超えてくるペース。佐藤が7秒723をマーク、トップです。さあ佐藤は1周目から全て7秒台できています。ファーストスト7秒677をマーク。まだ2番手です。100分の9秒差。1分経過。さあ佐藤にミスがあったのか。8秒3、ここでトップ入れ替わります。諸橋です。0秒2後ろ佐藤。さあレース10周目に入りました。諸橋は1回目の佐藤のタイムと戦っています。1分20秒経過。7秒566、自己ベストです。栗島選手のコースレコードまで100分の4というところまでタイムを出す。ただね、もう一回8秒台出しました。順位的には諸橋がトップです。諸橋このままいくと1回目の佐藤の前に出ます。佐藤君はね、来たら譲ってあげてください。まだ大丈夫です。1分45秒経過。レース14周目に入っています。あった。さあ細かいミスが続く佐藤。15周目に入ります。諸橋トップ、0秒3後ろに佐藤。さあ諸橋は自己ベストと同じ23周0秒表示です。あ、ちょっとミスった諸橋。8秒2が1回あります。これ佐藤が再びトップです。さあこの周はまた諸橋100分の5秒差。残り40秒。すごい、毎回順位が変わる。佐藤がトップです。0秒1の差。佐藤このままいけば2回目もトップです。2人とも1回目のタイム超えるペース。23周1秒で2人とも帰ってきます。21周目に入っていく。その差が0秒60、諸橋2番手。22周目に入ります。もう一度あるよ。諸橋ももう一度あります。さあ佐藤自己ベストペースまで帰ってきたが、あー、ミスった。ミスりました。諸橋大チャンス。さあこれがファイナルラップです。諸橋このままいけば前に出る可能性あり。あの佐藤ならゴール、諸ゴール、諸橋ゴール、2人ともゴールです。諸橋がトップゴール、総合順位でもトップに立ちました。
レース終了です。マシンを回収してください。それでも佐藤君自己ベストなんだよこれで。え、あれで、うん、さっき23周0秒まで行ってたんだけど。やった、うん、いや、でもあの56が出たのが1秒だよ。1秒だよ、うん、1秒、うん、村さんは過去0秒出したことあるからね。え、待って、あの5いくつ出したの？56、56、うん、あ、52か、栗さん。はい、じゃあ予選の3回目は3時5分10分後3時5分3回目スタートします。電池間に合う、間に合う、大丈夫、大丈夫、はい、じゃあ3時5分予選3回目スタートします。レース用の電池はいい電池か、いい電池か、あの基本的にワイドに回してるんで、いい電池か、ダサいけど今のないんだ。あ、なるほど。回収しません。まだいい。何がいい天気なのかすら分からない。そうそう。今日はどうもないと思う。モノタロウ。あれは。何も残したい。何も残したい。まだあれ、もう一回。そうそう。リアルラジコに何も残したい。一発なら何も残せる可能性あるのかな。サンプル忘れてんの、山本さんのホームページで作るから。そう。はい、2回目の結果と3回目の組み合わせ。いや、大丈夫感じだったよ。次はもう諸橋さんが前スタートだ。よし、すぐですよ。さあ、この後3時5分、予選最後3回目スタートします。小林グランプリはそもそも俺と娘のためだったから、そこからスタート、そこに何か盛り込んでいった迷惑ですよね。でもそのおかげで今のはね、盛り上がるというか、ありがとうございます。大体なんか知らんけどね、今のメンバーちょうどいいんだよね。そうだね。記録が本当一緒なんだ、みんな。そこと一個上がかけ離れすぎて超えられない壁は。さ、うん、僕たちが普通なんです。でも相当やってきてますよね。そうです、相当来てる。そうですか。だって今のだって一周差ついてるし。一周差でも巻き返したって二周差ぐらいだから。え、ちょっと前はなんか二周差ぐらいある。まあ、多分二周差とかってレースになってないっていう。もうそれがもう半分だって。そう。いや、だけど。まだ怒ってください。怒ってください。小林さん、小林さん、やったほうがいい。僕に何度で勝ってるんですか。あ、そうだ。問題はさ、それはこのレイアウトの話でしょ。来年からどうなるかがやっぱですね、進化が変わるの。でもゼロスタートにはならないですやっぱり。ですよ。上手い人は上手い、うん、それは大丈夫。今はほら、ラジコンの扱い方はね。でもね、いつもコースレイアウトを変えた一発の目のレースはやっぱりね、ね、あのレース慣れする人が強いんですよ。ああ、レース慣れですよ。そうそう、早い人はそうなんだよね。初見のコースとかっていうと、もうクリさんとかとか余計に下がってそう、うん、あれすごいよね。最初から 7.8 とか出てませんでしたっけ。そうだったっけ。7秒台は出てましたね。7秒台は出てましたね。7秒台は早かった。そうそうね。これ断トツ早かった。そうなんですよ。グリップ悪いからね。そう。操縦も高いので。
小林選手下手して23周あるよ、うん、そうさっき22周0秒もできてたから、うん、今出来上がってるレコードラインがもう、うん、ああ、うん、1月2月全然高い、うん、でもだんだんタイムが上がってくるとまたいいかな、そうですね、うん、それが面白い、うん、単純に、うん、俺うまくなってねえだろ、そうそうそう覚えるか、そう覚えてるんだ毎回でやるとか毎月ぐらい札幌でやってる頃は毎回でやるとか、うん、週に1回レーザーなんだけど、うん、大体カップだけで朝集まってみんなでコースを作ってからやるとか、うん、へえ、いいっすね、だから毎回カップの、ね、レーザーとか違うんで、うん、だから本当は特撮うん、大学と毎回違う、そうね、そのほうがラジコンマークだよ、保険でも結構意外と忘れる、うん、そのやるためにはウレタンを敷かないといけないんだけど、北海道ウレタンじゃないでしょ、北海道はカーペットなんだけど、うん、結局その常設の部分に大工さんからやってるんで、あカーペット同じです、あそうだ、ね、もうカーペットを敷くものだとして、うん、でみんなでレイアウト考える専門の人がいて、うん、もう毎週考えないようなんかすげえ大変、もう最後なんか浮くようなフェンスは置くだけみたいな、フェンスはね、あのあれ塩ビのパイプ、ああそうなんだ、塩ビのパイプをこう刺して組み合わせて、どうやって固定してんの、置くだけ、置くだけで要所要所でガムテで、ああなるほど、うん、でも面倒決まってるんで、うん、みんなぶつけないといけない、そんなん塩ビパイプってあの蛇腹みたいなやつ、いや塩ビ、おお、水道管の、ここの初代レイアウトはそうです、塩ビ管だったから、あれだけですよね、うん、ただぶっ壊れる車はミニッツだと、うん、ああ12分の1だと、うん、あの観覧ゴンボディしかないから、うん、丸いから、うん、照明だけどザクッと刺さって抜けない、あのジャバルコースみたいなやつはあれは衝撃集中してそうね、うん、ぶつかった時ちょっと音がぶつかったガッツッとそもそも夏はアスファルトなんだ、外で、あ、そうなの、うん、だからパンク、はいはい、よくね、冬は雪が降っちゃうんで公民館借りてパンクやって、あーなるほど、どっちで毎回組み立てるの、毎回組み立てる、夏はあの北海高校って学校の中庭のテニスコート、そのテニスコートを日曜日はテニスやらないんで、うん、ここは公民館でカフェしてるの、公民館はカフェと同じのしてる、公民館にカフェと預けといて、うん、全部備品預けるっていうので、うん、で2週間に1回ですね、かけ、うん、毎週は開いてない、うん、2週間、各週みたいな感じで、うん、もうフローリングロムっていうのがなかなか大きいですよね、あー、乗りそう、いや、意外と嬉しい、嬉しいんだ、ちゃんと覚えてる、あー、見かけがツルツルで、滑り通りするんだけどさ、いや、あれめっちゃ本当に綺麗にしてるんですよ、本当車はこのことぐらいでした、あー、タイヤ、あ、ヤマさんいないですよ、ゴミがあって、タイヤゴミが入ってきたんですよ、あれ、関係が綺麗だったよ、もう一回決勝30分だけ待ってください、あの、ガラス板ゴムの食いつかけて、ああいう感じで、あ、これ言ったらこれ、あ、これ言これ GPC ってあんな感じで、いや、ここなら、ここはないです、うん、いや、だから今見てるんですよ、そうです、うん、こんなね、キャラの前でこんな恵まれた環境ないっていう、そう恵まれた、ああ、北海道読み上げこんなもんないから、うん、あのカウンターだったら交通量測るような、はい、一人カウンター、一人で見切れない、六台一人カウンター、何周するかと、これは何回かで、タイムまでも100回、GT6
であればそうなんですけど、GP6 だったら多分マシンはナロー、ボディがナローですね。これワイルドみたいな感じ。そうですよね。だからワイルドクラフとかワイルドがオープンかな。ここじゃないのかな。東京のセタでもね、あのなんかあからこれ検索とか増えてるところが。はい、それではそろそろ時間になりますよ、予選の3回目、今日は特別3回やります。はい、それではコースオープンしていきます。ラクティススタート。ラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは5番ノリ X、 キングロード。さあ、このヒート 2回目、全車が、成績上げてきました。小林22周2秒、大江が5秒、そして平選手が21周2秒です。はい、小林 OK。 はい、応援 OK、 日暮 OK、 全車 OK です。ラクティス終了です。はい、それでは並べます。出走順、小林、応援、日暮でいってください。それではマーシャル OK ですね。それではスタートします。3分間最後です。レースを開始します。コマンスタート、トリ X スタート、キングロードスタート。はい、全車計測台を通っていきました。まずトップスタート、小林が8秒4で帰ってくる。大江が同じく8秒4。日暮選手1周目ミスがあったか、10秒台。小林8秒15、大江8秒39、トップ小林です。大江が2番手、0秒2、3番手日暮2秒、日暮ベスト8秒57。さあ、2番手の大江がファーストテスト8秒15でマーク。151です、失礼しました、151。ただトップはまだ小林です。40秒経過したところ、レースは5周6周目に入ってきます。日暮前の周8秒31ベスト、大江が0秒3後ろです、2番手。50秒経過したところ、日暮が8秒195、小林8秒10です。さあ、日暮選手の後ろにトップが近づいてきています。8周目、大江がちょっと帰ってこない。さあ、放たれました、2秒差。さあ、このままいくと小林が3連続トップゴールになりそうです。1分10秒経過したところ、10周目に入ります。小林自己ベストペースです。日暮も今日一番のペース。さあ、ここで誰だ、小林8秒087、このヒートのファーストテストタイム。11周目に入っています。2番手大江がトップと同一周回、ただ離されました、3秒。日暮選手も3秒差、3番手。日暮選手は1回目の自分のタイムと戦っています。1分40秒経過したところ、さあ、応援にミスが続いています。日暮が2秒ちょいのところまで来てます。距離はねありますが、2番手争い、応援、日暮、これがね3秒切っています。大時計まもなく残りが1分になります。トップ小林、自身のタイム超えてくるペースです。自己ベストペースです。これまでね、確か2回とも22周2秒でしたが、それを超えてくるという表示。17周目に入っていきました。残り5周です。2番手ね、応援も離されましたが、今回も22周は乗っけてくるという表示。8秒14ベスト応援です、2番手。そして日暮選手は現在3番手、応援を3秒2で追っている。残り30秒。小林が自己ベストペースを保ったまま20周目に入りました。残り2周です。 OM22 周回ってくる予想。大時計残り10秒、もう1周あるよ。ポストは上に乗るのか。大時計ここで3分です。小林見たび22周、ノリ X ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。全車ゴールです。小林選手が再び自己ベスト更新、22周2秒4。このヒートは日暮選手が2番手、3番手が大江選手でした。ただ総合順位では小林、大江、日暮でした。
これさ、この方が、この方式の方がなんか収支安定してるんだよ。そうだ、だからトランプ出ないでしょ。さあ予選の3回目、諸橋佐藤選手の戦い。諸橋が23周1秒6、佐藤が2秒1です。その差3分走って0秒5ぐらい。それではコースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは諸あの佐藤なろう、住職なろう。さあ住職はこの後3時半から来るという話だったんで、予選は結局出ないということです。モラ選手 OK。 はい、2人とも OK です。フラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。それでは行きます。出走順が変わります。諸橋佐藤の順でスタートしてください。それではスタートします。3分間、レースを開始します。最初でも1人終わる。モロスタート。おお、ぴったりきました。あの佐藤ナロースタート。住職ナロースタート。これが最後です。予選3回目、まずモロハシが7秒7で帰ってくる。すごいタイムで帰ってきました。佐藤が8秒11、1周目。さあ3周目になります。佐藤選手は2番手0秒4、佐藤7秒95ベスト。さあ佐藤がヒートのファーストテスト7秒657をマーク。これ自己ベストです。予備予選にマークした自己ベストを超えてみせました佐藤選手。ただまだ2番手0秒1の差。さあ諸橋は1周目から全て7秒台で回っています。スーパータイム24周ペースです。佐藤も自己ベストペースであるが23周0秒表示。1分経過。さあ佐藤も24周ギリ入ってくるという表示に変わりました。1分10秒経過。もちろん2人とも、これ自己ベストペースです。1分20秒になるところ。さあ今週佐藤がトップに変わりました。2番手が諸橋0秒1の差。1分30秒経過。あー佐藤が見せた。さあ諸橋はこれでどうなんだ、楽になるか。1分40秒経過したところ、レースを整理しましょう。14周目に2台が入ります。その差が 1.3 秒。諸橋は自己ベストペースです。1分50秒経過。16周目に入ります。ただこの時間帯諸橋ちょっとペースが上がってこないぞ。2分10秒経過。さあレースは18周目入ってきます。残り5周という表示。佐藤が再び来ます。100分の8秒差。100分の6秒差。諸橋守れるか。うわ、モラちょっと引っかかった。さあこれで順位が入れ替わるのか。佐藤が前に出ます。諸橋2番手。佐藤自己ベストペースであるが、2回目の諸橋と戦っています。佐藤選手残り20秒。さあ諸橋はね、23周1秒で帰ってきました。佐藤もゴール予想同じく1秒です。残り10秒。さあ佐藤は2回目の諸橋のタイムと TQ 争い。残り5秒。ファイナル入りました。大時計はここで3分。コールがあるまで走ってください。モロゴール、モラシゴール、あの佐藤ナロゴール、ゴール、全車ゴールです。佐藤が TQ 取りました。なんと3分走って100分の3秒差。レース終了です。マシンを回収してください。23周1秒6、モロハシも1秒6でした。すごい戦い。でも2人とも24周ペースだったんでね、もったいなかったね。あそこで転ばなきゃだ。1分でしたもんね。転がってましたね。ほら、1分やったらさ、あの段ボールじゃなくて助けに入れないから。1分やったらね、まず終わりだったんで。戻
取ったもんね、海よね。あの段ボールの壁になってね、あそこで作るで微妙に助けないね。はい、決勝は3-3でいきます。決勝3-3でいきます。で、1名勝ち上がりでいこうかな。あー24は行きたいなとは思うけどね。24のプレッシャーです。俺はなんとか24周届かとかで大丈夫に行ってみますから。すごい。24って3秒かも。いかにこうなそうそう。栗島選手、一周遅れでスタートでもいいんだよ。そういう感じでもあるもんな。ラジコンもね、ハンディー。はい、じゃあ10分置きます。25分 B メイン、小林、大江、日暮らし、3分間一発勝負、1名勝ち上がりできます。25分スタートです。25分、3分間一発勝負です。なのはで、1名勝ち上がった時に、伊藤さんが来ると、そういう感じになってます。小林さん、今度普通にスタンド、今度普通にスタンド。これ、すごい、これ、これ、これ、いや、違う、違う、もっとピンク色だったり、これだよね。あ、うん、紫のシャツ着てるやつ。うん、今、コースの肩荒れで見てる。あ、こういうあの動画に出るときは、あの自分をアピールする T シャツ着てた。昨日ハセヤンちゃんとカープのシャツ着てくれてたよ。着てくれてました。はい、カープのカッパーカーピップだ。いやまだ締め切ってないからさ、年末ぐらいだと思う。あと T シャツ屋さんが忙しくなくてなければいいんだけど。気合い入れて2キャンプあれ次25分。すげえ。毎回1キャンプ。いいお客さん。はい。よくあの場面で追いついたな、自分も。いや、もなやさん転がった。いや、自分も転がったって、急には間違ったんですよ、僕。いや、だから、深くの中で、もう、ぶつかって転がってないから。急には間違えたもん。そうそう。そうそう。いや、あの、コロナ時点で、あの、もうこの週いいやと思って、とりあえず、なんかベストロック狙いたいなと思って。あ、8番ですか。なんか、あ、でも、バナは、そこがありますね。ありますが、いや、あの、目標、24周の、あの、アベレージが 7.82 なんで、やっぱそれ以下がどれだけ数あるかって感じだよね。ただ途中からなんかあの最初の2分間ぐらいまで行かったんだよ。仲間過ぎたあたりが2人ともなんか盛り上げだった。ああ、切れてきたかなって感じ。でも、後半安定しましたね。9.8 以外はそんなに、ね、最初に1秒向いてる。ああ、ほんとだ。そうですね、確かに。9.8 は逆に、その、ちゃんとあの他の 7.8、だから、ここで 7.8 が取れてれば、2秒減らせて、だから24周ペースいってるんですよ。あ、練習では勝てたんで、そうですね。まあ、23周も勝ったのか、24周ならしないんだよ。あれ今年だけの話なんだもん。次どんなレイアウトかな。誰のファンが破壊をされる。まだそうですよ。やろうかな。今日は見ていかねえな。あ、でもまだ楽しいかな。ピンチがありました。まあ治っちゃったのがつまんないな。ね。いや、それはね、モレさん、これ、2週間4倍にさ、ちょっとビジョンをやっとって、おさこさん、トイレするで、表面されちゃうよ。はい。何か欲しいな。2週間4倍は分かんない。分かんない。分かんない。あの、車のレース。
シェル・バイオンって、うん、あのドライバーの名前なんですけど、うん、ミシェル・バイオンが活躍する、うん、そのチームに撤退するチームが結構汚いとかするんですよ、うん、で、なんかよ車、カパルクフレームにある車のタイヤに女が夜中侵入して、あの時間が経ったらパンクするんですよ。もうロックス色々引き分けてひどい。それはそれはそれですごい技術ですよ。ほんで、ミシェル・バイオンって万能で、あの耐久レースも出て、ラリーも出て、うん、でラリー出て、で撤退するチームもラリー出て、でバイオン の親友のチームメイトが撤退するチームにあの車に火つけられて炎上させて殺されちゃう。ミシェル・バイオンってこれめちゃくちゃな映画。あの見たら面白いよ。あのフランスのね漫画。あ漫画です。漫画なんで、あれアルピーヌ、うん、アルピーヌがミシェル・バイオンからつってミシェル・バイオンの漫画に出てくる実際にカラーリングをしてルマン出たミシェル・バイオンっていう、それぐらいミシェル・バイオンってあのフランスではねあの超有名メジャー漫画。佐藤君は、まあ、ちょっとスティアリングの周りにちょっとフリクション見せてます。あの会話話して戦後の戦後のなんか活動家がアメリカ軍のバトルに立って砂糖を砂糖を入れてエンジンを焼き付かせてダメにするみたいな。あれってなんかげんあのなんかそんな簡単でダメになるらしいですよね。まあ、砂糖とか入れても、けど、ね、やっぱりこう燃焼の時に、うん、すごいなって。この夢だって無理だ。土屋圭一があの若い頃にあのカートレースに乗ってレーシングカーとかので若くてめちゃ速かったんだって。ただフルサムから止まれてで決勝走ったらエンジンが行き着いたんだって。だから燃料タンクさらったらね砂糖が山盛りです。結構そういうね、あるんだよ、リアルな映像で。甘い香りがする。ミシェル・バイオンなんか殺されちゃうからね。怖い怖い。ひどい漫画じゃない。なんかお菓子食べて休憩見てレースして優雅な日曜日だった。優雅な日曜日だった。ホワイティのモンスの廃棄本体だわ。うん、みんな使うから。回収できない。みんな使うから。ケーキを反映してる。ワイドツーリングクラブ GP6 終わったのかね。決勝か。うん、選手紹介。なんでそんな総合。え、これからあれじゃないですかね、あのここでもさ配信してるからさ、なんかこう総合な音楽っていうか紹介してて紹介て配信でみんなの名前が届き渡る。あの読み名みたいな、通り名みたいなのをセレクトしたら自分なんで異名ですか。異名、異名ですか。バツナ的な感じ。バツナ的な、とりあえずイノシシの下からちょっとつもおしい。ちょっとつもおしい。スタートは今日かよ。伊藤さんじゃないけど、伊藤さんの前言ってたの、壊しや潰しはやる。殺しやとか。それ強く当たるんだ。恥ずかしいな。出てきた。いや、ワイドツーリング。ワイね、ワイド。だ、で、誰も知り合いはない。そうか。あ、なんか紹介されるの。ビリーの大会はね、ベスト4まで行ってね、毎回ね、名前呼び上げられる。関東とか神奈川で、関東で有名なワイドの人とか出てないんですよ。誰だから、ね、浅場、ああ、浅場さん、浅場さんの動画とかによく出てきて、
なんかブイブイ言わせてないんだ。顔が出てくるけど名前が出てくる。なんかいるんですか？いる人とかが。畑っつうの？なんか。これ畑っつうの？割と50代ぐらいで耳にピアス。ああはいはいはい、いますね。もうあれの関東大会でもう。大丈夫で撮ってる。大丈夫か撮ってる。うんうんうん。ピンちゃんももうファイナリストで撮ってるんですかね。知らない、どうなんだろう。何人だ、これ命食べるんだな。はい、やっぱり何が多いですよね。いやー、そのせっかくトラックの模様とかしか滑るフェラーレも多いのかな。でも一番後ろは RA ですよ。 RA です。小林選手、はい、予選ね、通じてあなたが一番安定度今日高いっす。やったべ。98.46。うわ、やったべ。そうなんですよ。3回走って僕1回しか使ってない。いやいいよ。見てんの？え？見てんの？この方式。マジで。そうだね。あの緊張度合いがやっぱ全然違う。全然違う。今日予選ここまでやってマーシャル出たの。店長、ここに直したぐらいですよね。言われればそうですね、うんうん、じゃあ最後だけ、最後これレース形式だからね。はい、多分ズタボロズタボロだとやっぱダメだはい、それでは時間になりました。 B メインの決勝レース1名勝ち上がります。それでは今日は立ち位置は予選の成績で決めていきましょう。ラプティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーはコバーン、ノリ X、キングロード。 B メインも今日くじ引きなしでいきます。よし、うん、くじ引きシステムが今 YouTube に占有されてしまってる。ああ、そっか。じゃあ3分2回一発です。なるほど、一発。はい、さあ大江小林はね、今日2人とも自己ベストを出し合いながら戦ってきました。小林選手が22周2秒、そして大江選手が22周5秒、日暮選手は今日21周1秒がベストになっています。3分間一発勝負で争われます。8.31、決勝レース。はい、全車 OK です。それでは並べます。前から小林、大江、日暮の順です。小林、大江、日暮です。3分間一発勝負。はい、それではスタートします。 B メイン決勝レースです。レースを開始します。さあ小林が飛んでしまった。そこに襲いかかってくる。さあ3台、さあ3番手日暮らしが一番速かった。1周目日暮らしが前に出た。さあ小林が8秒27、これがファーストテストですね。トップが出しています。さあ日暮し大江の2番手争いが0秒2です。その間に小林が逃げていきます。30秒経過したところ、全車同一周回5周目に入っています。日暮しここでベスト8秒29、大江より速いタイムを刻み出しています。2番手日暮し選手。さあその裏で小林、いや日暮がファーストテスト8秒187。さあ日暮がトップに迫る勢い。その差が 1.1 秒ぐらい。大江ちょっと見せた 1.5 秒。さあレースは8周目に入ってきます。日暮は 1.1 秒差です。大江が 1.8 秒。1分経過。おっと日暮これ近づいてきてるだろう。日暮ファーストテスト8秒112。日暮らしが0秒8です。1分15秒経過。さあ大江ここでベスト8秒28、前2台まで 1.8 秒。さあ再び日暮らしが1秒以内に抑えているという、来ているという表示です。さあ来た、0秒5です。0秒5。この2人は22周表示、22周4秒で帰ってくる2台。12周目から13周目、ここで小林一郎ベスト8秒14。
大江が8秒27ベスト、2秒3の差、1分50秒経過。さあ3分間一発勝負です。残り70秒切っています。15周目に入っていく。日暮が0秒8、大江が2秒4、残りちょうど1分。さあミスター、トップがミスター、一気に差が詰まります。その差が0秒43。大江もこれに絡んでいきたいが、2秒8ぐらい大江はあります。大江は21周0秒表示、残り45秒。さあここで大江がファーストテスト8秒093。さあ18周目に入ります。前者残り4周です。残り4周、大江も20に入ってきます。前者が20に入ってくるという表示。残り30秒。さあ前者同一周回です。で最終盤を迎えました。残りが間もなく20秒です。20周目に3台が入る。残り2周です。22です。さあ日暮もう1回来るか。その差が0秒8、もう1周あるよ。前者もう1周あるよ。残り10秒。さあファイナルラップに入っていきます。まず小林、日暮、そして大江もそれに続いて入っていく。ここで3分、小林が最後も勝ちました。ヒグロードボール、日暮5秒。レース終了です。マシンを回収してください。小林選手が B 面優勝です。まだ終わりじゃない、勝ち上がり、勝ち上がり。急に来ましたね。日暮さんどうしたの、突然覚醒したの。マジで俺電池ね。何やってたの。もう2時間落ちてから思いつけない。日暮さんが22周5秒。日暮さん最後22周5秒は自己ベストです。お、うん、2秒更新。今日はみんな自己ベスト更新でしたね。はい、それでは小林選手を加えた佐藤、諸橋、伊藤、小林でいきます。これ伊藤さん見てよ、ちょうど30分じゃん。もう俺完璧でしょこれ。完璧、完璧ですね。伊藤さん、伊藤さん来ないよ。じゃあ俺、運営員。いやもう、あ、表彰、そうです、そういうことか。じゃあ俺が出る。一つされる。そういう人数少ない、それはあるか。それもあるね。失敗だ。ポイント的にもでかいよ、これは。どんな走りを、どんな走りをしても A メイン行くんじゃん。あ、来た来た来た。え、来た。やばいんだよ。マジかよ。伊藤さんナイス。マジか。伊藤さんナイス。え、なんで、でも始めましょう、始めましょう、始めましょう。マジかよ。ナイスだよ。やったはず。やべえ。なんか2連勝のオレイル先に調子なんすよ。一応コースオープンはしておきましょう。いいんですよ、汚くてもね。何でもいいんです。俺はプラクティススタート、プラクティス時間は2分、はい、コースをオープンします。実装ドライバーはあの佐藤なろう、諸、住職なろう、小林選手で、小林選手の順どこですか。あ、4番じゃない。じゃあ伊藤選手3時半に来ると言ってたのに来ません。A メインは3名の戦いになってしまうのか。なんだ、伊藤さん、入ってくれよ。 MSI 確定だよ。そんな棚ボタン見せてくれよ。こんな
そんな走りをしてもいいっていうのも最高じゃないですか。そんな棚ぼたありませんだって言ったじゃないですか。はい、全車ポンダ OK です。フラグフィス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それでは並べます。前から佐藤、諸橋、6分だよ。 AMA は6分。さあ、コースレコードは栗島選手が持つ47周3秒、佐藤くんが45周7秒、諸橋46周5秒、そして小林選手は今回6分間初めてですね。はい、本当に来ないかな。本当に来ないかな。まあ、一応今メッセージ見たけど来てないから、まあ、しょうがないね。それではナロークラス A メイン決勝レース6分間一発勝負スタートします。レースを開始します。まずは佐藤諸橋の戦いになるが、これ2台がね絡んじゃうとまさかってこともあります。さあ1名佐藤が取りました。8秒フラット。ただね、小林遅れてないよね。さあ、なんと小林がファステスト7秒875、自己ベストです。さあ今度それを塗り替えた諸橋が7秒833。30秒経過したところ、今度は佐藤がファーストスト7秒71、全車が7秒台のベストを出しています。レースが6周目に入っていきます。トップ争いは0秒3、小林 1.7秒。さあ、トップ争いがずっと0秒4から0秒5ぐらいの争い。小林選手は今回初めての6分間走行になります。さあ、諸橋が来ます。トップ争い0秒27、小林が2秒8後ろです。さあ、佐藤がミスター、これで諸橋が前に出ます。佐藤君はね、これでも自己ベストペースだからまだ諦めない。1分20秒経過するところ、諸橋選手も自己ベストペースです。2秒更新してくるという表示。1分30秒経過、6分間です。電車がまだ同一周回です。トップはシルバーのカラーリング、諸橋選手が14周目、ファーストスを出した佐藤が2番手、 1.7秒差。ナイスバーシャル。さあ、佐藤にミスがあります。小林選手が近づいてきます。2番3番争い、前の周2秒4、これが 1.4 秒に変わります。おどけ2分経過。さあ、諸橋選手がかなり楽になりました。3秒以上の差をつけました、トップ争い。さあ、諸橋選手はあとは自己ベストを出せるかというところに 戦っています。ちょっとね、諸橋ペースは落ちてます。46周5秒表示なんで、過去の自己ベストと同じ。佐藤は細かいミスが続きました。それでも自己ベストペースです、佐藤選手。ただ佐藤君は1回諸橋にラップされるという予想になっています。2分30秒経過。前者がまず同一周回です。2分40秒になるところ、トップが21周目入っています。佐藤が今21周目、3秒1、小林が同一周回2秒7。2分50秒経過。さあ、間もなく折り返し3分を迎えようかというところ。さあ、この時間帯はね、佐藤が淡々とペースをまとめてきています。ゴールペースは上がっています。ただ3秒以上下がります、トップ争い。前者が自己ベストペース、3分15秒になるところ。さあ、小林選手は2番手、佐藤まで3秒ちょい、佐藤が3秒6でトップを打っています。さあ、そして小林選手の後ろにトップが来ています。3分30秒経過。諸橋はここ踏ん張りどころです。自己ベスト更新できるか踏ん張りどころ。今わずかながら超えてくるというそんなところです。3分40秒経過。佐藤も自己ベストペースであるが、徐々にトップから置いてかれているか。前の周3秒7という表示だ。
でも小林さんペースいいよね。はい、これで行かされました。4分経過、残り2分です。これで3番手、小林選手がラップされていきました。佐藤はトップまで4秒、さあ広がりました。それでも、ね、佐藤は自己ベストペースです。5秒更新ペース。諸橋は依然として自己ベストと同じ46周5秒表示です。残り90秒になります。残り90秒。どうした、おっと諸橋ちょっと引っ掛けたか。大丈夫です。36周目に入りました。諸橋選手残り10周です。佐藤が3秒6、自己ベストペースであれば2番手、ファーストベストは出しています。小林選手は3番手、6秒差で佐藤を追う。小林選手は佐藤君と同一周回だからね、まだ。わー、ここで結構。さあ、その横、うん、分かった、次やる、うん。残り時間が1分です。その横を2番手、佐藤が抜けて、小林選手はこれでラップされた形。はい、残り50秒。さあ、諸橋踏ん張りどころです。これまでの自己ベスト46周5秒2です。今ね、5秒6という表示、ちょっと足りなくなってきた。今電話がかかってきています。おそらく伊藤さんでしょう。今行けません。残り30秒です。残り30秒。43周目にトップが入ります。トップは46予想です。あとは自己ベストとの戦い、ペースアップが必要。44周目に入った。大時計残り15秒。残り10秒。さあ諸橋はもう一周あります。もう一周あります。ファイナルにトップが入りました。大時計ここで6分です。あの佐藤ナローボール、佐藤2番手自己ベスト、5番ゴール、小林自己ベスト44周4秒、ナローボール、そして諸橋46周6秒自己ベストは足りませんでしたが優勝です。レース終了です。マシンを回収してください。ごめん佐藤君、弦が上げてきてくれる、多分伊藤さんだと思う。いや、まさかあそこでファーストテスト出すと思わなかったよ。すげえもんね。いやー、何秒 8? 8? うん、ワイドの電子がなくなってきましたよ。戦力配分間違えた。私は多分決勝出れるか微妙な線です。6時に？ 6 時です。そうだ。お父さん、ちょっとで帰ります。父さん待ってたんだよ。しょうがないよ、しょうがないよ。伊藤さん、この間から小林選手が3位入っちゃったよ。ええ、はい。いや、小泉さん取りましたね。あ、本当、あ、取りました。あ、見てた3位。はい、じゃあ写真撮ります。そうか、写真じゃあ持った。あれ、これどうしたの。あ、1分、3分レースになっちゃった。もう一回レース。ちょっと変わった。ちょっと変わった。気持ちは分かるよ。気持ちはすげえ。それと撮ってたけど、あれ、もう一回やり直したかな。あ、言ってた。ああ、そうだね。はい、写真撮りまーす。あ、すいません。小林今日は小林デーですよね。小林デーですよね。あれだよ、ドライバーを、ドライバーを見せて。一気だーん。パンダ、はい、パンダ、それで踏んだしためにやって踏んだしたら最後、決勝確定を笑ったけど、なんかパンダだった。いや、急に良かった。なんか変えたの。デブがゴリゴリになった。あ、そうなんだ。ギアにしたらすげえよかったもんね。もう水分をゾーンに入ってる感じですよ。佐藤小林、はい、佐藤。今日のやつ先も見えるか。ちゅうかもうこれで5台しかいない3位バラシいいんですよ。いいなんでいいの。だって出てない人は全員僕より下ってことだ。
いい切った素晴らしい。はい、お疲れ様です。じゃあこの後4時に行きます。ありがとうございます。伊藤さん、今日なんか宗教行くみたいな。いや、すいません、あれ、そう、いや、仕事のことまで行く。あ、そうなんだ。はい、ワイドクラス2列目は4時目標で組みます。はい、決勝の結果を受けられます。2レース目は4時目標で準備します。